本日は外壁塗装工事をされました阿波市にお住まいの塚本様邸にお邪魔しています。お願いします。お願いします。それでは工事を終えられてのご感想を伺いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。きっかけっていうのはやはりあの消費税が今年の4月から上がりましたよね、はい、なのでそれでやはり消費税アップ、はい、これがまずきっかけになったっていうことと、はいまあ、やはり大きい買い物なんでね、はい、やっぱ消費税の方もだいぶこう、ね、大きいものはやっぱ、はい、消費税も大きいということで、はい、やっぱりどっちみち塗装するんであれば、はい、やはりもうこれが、はい、あのもうきっかけにしてやってみようかなと、はい、決めて、はい、そんな感じですかね。あ、そうですか。はい。20年だね。あ、そっか、20年、そうですね。ちょっと遅いぐらいですね。そう、もうちょっとね。そうですね。うん、やはり早めにもうちょっとやっとくと良かったかなと。雨漏りもね、やはりちょっとしたので、はいはい、そのあたりも、うん、考えても決断をね、そうですね、迫られる状態でしたね。はい、そうですか。ありがとうございます。はい、いろいろやはり、まあ、あいみつをね通らせてもらいながら内容的にどこもねあまりね、はい、あのしっかりとねあのやるということは分かったんですけども、はい、あのまあ、アイフォームさんを選んだ理由はやはりあの経費的なものがね、はい、一番あの安価で、はい、まあ、そこが一番の決め手でしたね。あ、ありがとうございます、はい、でも私はあのやはりこうなんていうのかな、あの親切で、はい、あのとても丁寧に、はい、あの十分対応し、あの説明とかも、はい、あのしていただけたので、はい、やはり私も安心して、はい、あの任せできるかなっていうのもあって、はい、でやはりあの主人も先ほど、はい、あの言ったように、はい、あの良心的な、ね、はい、あの価格だったっていうこともやはり決め手の一つかなと思います、はい、ありがとうございます。まあ、まずね、あの本当に何というかあのものすごく、まあ、丁寧だし、あの話しやすい雰囲気っていうのが私ものすごくよく分かったので、はい、やはりあの家もね、やっぱ長いお付き合い、お付き合いになると思うんで、はい、やはりこうコミュニケーションがお互いに、はい、あの取れる状態が一番いいんじゃないかなって思ったので。はいはい、私はとてもあの好印象でした。あ、そうです、ありがとうございます、はい、はい、難しかったですね。もう本当にね、もう嫌なぐらいですいません、ショールームにしては何回も、はい、嫁さんの方がねもううんざりするぐらい悩んでまして、はい、ね、あのまあ、最後まで話を聞いてもらってよかったね。うん、そうで本当に、はい、最初にね、はい、塗っていただいた本当に、はい、色が、はい、うんと思ったので、はい、もう本当にもう一回ね、はい、塗り直しをして、そんな無理な、ね、はい、お願いまで、はい、あの聞いていただけて、はい、あのまあ、好きなね、このピン、はい、まあ、ピンクベージュみたいな色だったので、はい、あの今はとても、はい、はい、そうですね、ありがとうございます。はい、ね、あの保証の話もね、あのアイフォームさんからいただいて、そのね予定も考えもなかったんですけども、まあお話聞いて、ね、あのもしもの場合ということまで考えての、まあ、保険と保証ということでね、あの内容は、まあ、詳しく、ね、はい、あの把握しないところありますけども、あのついたということで安心はできますね、はい、そして、まだ何かあればすぐには対応をさせてもらいました、はい、はい、その時は、はい、お願いします、はい、ね、100点、お母さん、どうですか、うん、いや、100点かね、100点がないってことはね、はい、なんか、あのこう、足りない不満があるということで、はい、であれば100点で、
ありがとうございます。一生懸命できることすべてやっていただいて、そうですね、真面目にね、はい、やっていただいて、はい、毎朝ね、おはようございますが始まり、そうですね、一生懸命ちょっと、ね、はい、失礼しますで終わりみたいな、はい、そうですね、ありがとうございます。私も実はもう友達にいろいろと今塗装してるんだわねみたいな感じで、はい、あのみんなに触れ回ってまして、はい、あの私も塗装したい記憶がやっぱ 2,3 あるので、はい、塗装の時は紹介してねとも言われてるので、はいはい、あのぜひ、はい、紹介して、その時はよろしくお願いします。思います、はい、います、はい、ありがとうございます。工事が終わってからが、まあ、本当の付き合いとも、もう申しますので、はい、これからも、まあ、お気軽に何かありましたらお声をかけていただければ幸いです。はい、お付き合いします、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、お願いします、うん。